皆さんこんにちは、ヨークです。現在山形駅にいます。今日は山形駅周辺をぶらり旅という内容でお送りします。そしてこの映像に映っている新幹線 E3系です。山形新幹線はミニ新幹線といい、ざっくり在来線に乗り入れる新幹線のことを指します。在来線を走るため、通常新幹線駅の高架駅ではないところも特徴です。山形駅の乗り換え路線は奥羽本線、仙山線、左沢線です。正式には乗り入れているとのことですが、それはまた別な動画で解説します。こちら左沢線キハ101系です。左沢とはね、読み方が難しいですよね。左沢線とちょっとね、間違えそうになります。そして仙山線、快速仙台行き、東北地方でよく使われる車両 E721 系が停車してます。山形駅は改札口が一つで、割とコンパクトな駅です。東口と西口があり、繁華街は東口の方になります。改札口の前にはようこそ山形へ、蔵王温泉の旗があります。蔵王温泉は温泉スキー場で全国でも有名な場所ですよね。コンコースを今撮ってますが、少し閑散としてます。この日は平日の昼だったので、夕方や日曜日はね、もっと人がいるのかと思われます。早速山形駅に着いたので、まずはお土産ショップからちょっとね、覗いてみたいと思います。山形の有名なお菓子、風紀豆、青えんどう豆を使ったお菓子です。そして山形のさくらんぼ、ラフランスのゼリーがあります。他には牛タン、こちらは仙台の名産です。実は山形もね、牛で有名です。これが米沢牛のサラミですね。お土産で買ったけど、とても美味しかったです。コンコースには河合宿仙台港の案内があります。仙山線を使うと仙台までは1時間ちょいなので、浪人生の方は通学できると思われます。英単語往復でね、いくつか覚えられると思いますんで、ぜひ目標の大学に向かって頑張ってほしいです。駅構内のこちら平田牧場、山形の酒田市に本社があります。牧場でもね、牛ではなくて豚なんです。で、こちらとんかつ屋さんです。平田牧場の三元豚、金華豚はブランド豚としてホームページに載ってありました。米沢牛をはじめね、牛豚と肉が美味しいのはさすがね、山形ですね。山形駅に併設されているエスパルという駅ビルです。こちらをちょっと覗いてみたいと思います。フロアガイドを見てるんですけども、1階が飲食店で、2階が今山形駅の通路で、3階がスターバックスファッション雑貨、4階もファッション雑貨で、5階がカルチャーサービスと書かれています。で、こちら、花椒三膳、萩の月で有名なお店と、隣にずんだ作業がありまして、ここでね、ずんだシェイクを買いました。仙台に行かなくても飲めたんでね、ちょっと得した気分になりました。まずは市街地の東口を出て、駅前の様子を見たいと思います。ペデストリアンデッキが整備されてて、ビル群もこう広がってます。山形市は人口約25万人で、東北地方では福島市に次いで8番目に大きい都市とのことです。で、中核市に指定されています。中核市っていうのは政令指定都市と並ぶ日本の大都市制度の一つで、例えば栃木県の宇都宮市とか、千葉県船橋市、あと石川県金沢市とかね、そう考えると結構大きい都市のこうね、仲間入りみたいな感じですよね。で、周囲の自治体を含めて山形都市圏っていうのを形成してまして、人口が約51万人で、東北地方では郡山都市圏に次ぐ3番目に大きい都市圏との情報です。1番目の都市圏はやはりね、仙台なんですけども、東北3番目に大きいっていうのがすごいね、意外でした。山形駅と後ろに高いビルがあります。このビルは動画の後半の方で、ちょっと紹介したいと思います。東口のデッキを降りまして、目の前にバス停があります。ここから山形空港のバスがあります。そう、市内に空港がないんで、山形市の北の東根市というところに山形空港があります。山形空港は山形新幹線との競合のために、特に羽田空港の便の運航本数が減っているとのことです。で、ちょっと今拡大して見てるんですけど、ここから仙台空港も行けるみたいですね。はい、このバス停からちょっと突き当たりまで歩いてみたいと思います。突き当たりのビルに山形飲食街2階って書かれてまして、ちょっとこちらの階段を上って、ちょっと飲食店の様子を見たいと思います。はい、階段を上がり建物に入りました。まず右側に山形牛って書かれてまして、こちら焼肉屋さんですね。で、正面こう歩いていくと、いくら丼、海鮮ちらし、あと定食っていろいろ書かれてますね。こちら和食のレストランで、芋煮うどんって書かれてます。芋煮うどんは山形の名物です。で、こちらすき焼きって書かれてて、で、正面のこちら右側は焼肉冷麺ですね。さすがね、山形肉の街って感じですね。はい、飲食街のビルを後にしまして、私の今背中に山形駅があるんですけども、ここからちょっとまっすぐ歩いて、山形市街地がどういう風になってるか見ていこうと思います。はい、まず正面に居酒屋さんがありまして、そのお隣ですね、なんかラーメンって書かれてます。
山形はラーメンで実は有名なんです。山形県の地域によって特徴がいろいろあるみたいなんですが、有名なのは味噌ベースのスープに唐辛子入りの辛味噌が乗ったラーメンです。これはね、昔学食で山形ラーメンという特別メニューがあった時に食べて、とても美味しかったね、思い出があります。はい、こちらの写真が辛味噌ラーメンですね。後で知ったんですけども、山形市の市民1人当たり外食ラーメンに使う金額は全国1位であるということで、山形市民がラーメンをとても愛してるっていうのがね、よく分かりました。ラーメン屋を過ぎましてまっすぐ歩くとこのような通りになってます。ビルとかね、やはり繁華街がこう広がってる感じで、市街地って感じですね。この日はちょっとね、天気が悪くて、そこが残念でしたね。ここでいきなり申し訳ないんですけど、先ほどバス停の動画がありまして、尺が短くてあまり話せなかったので、山形のバスをはじめ交通事情をこれからお伝えしようと思います。それを話すには、まず山形市は実は仙台市とお隣ということなんです。意外ですよね。仙台市っていうのは東西に長く、太平洋から山形市まで あります。だから実はね、仙台と山形市っていうのは密接な関係にある都市なんです。先ほど動画の最初で、鉄道だと仙山線で約1時間ちょっとで行けると話しました。で、バスでも山形駅から1時間ちょっとで行けるみたいで、運賃も1000円ぐらいです。なので、とても仙台のアクセスが便利です。これはもう普通に通勤できたりとか、予備校とかでもね、通えるレベルだと思います。その他高速道路のインターも東西南北にあり、道路整備もね、整っているとのことで、あと新幹線もありましてね、空港もあって、交通はね、便利な都市かと、思われます。山形市は空港に関して、山形空港を利用する一方、仙台空港を利用する方も多くいます。山形駅から仙台空港を利用する場合には、まず仙山線に乗って仙台駅で降りて、そこから仙台空港アクセス線に乗り継ぐ方法があるほか、山形駅から仙台空港の高速バスもあります。これを聞くとね、高速バスの方が1本で行けて便利かなと思うんですよね。で、山形市は周辺の自治体と連携して、仙山線と仙台空港アクセス線の直通運転の実現に向けて様々な施策を講じてるんですけども、 JR 東日本仙台支社が直通運転にはね、難色を示しており、現在に至るまで直通運転はされてないということです。はい、今話したのが大まかな山形市の交通事情です。で、今映像を見てわかると思うんですけども、山形駅から背中でこうまっすぐ歩いてきて、ちょっとね、左に曲がったらこんな感じで少し建物が低くなりまして、個人でやってるお店とかね、そういうのが多い印象です。で、こちらも米沢牛焼肉って書かれています。はい、先ほどの山形駅から正面のメイン通りに戻りまして、ここをさらにまっすぐ歩いていきたいと思います。メイン通りは高いビルが両サイドにあり、チェーンの飲食店が目立ちます。結構こう見るとね、やっぱ栄えてますね。はい、そしてまっすぐしばらく歩いていくと、道路を挟んで右側にこちら、商業施設がね、見えてきてます。ちょっとこちら正面まで行ってみたいと思います。はい、商業施設の目の前に来まして、これから傘を畳んで入っていこうと思います。動画がちょっとブレて申し訳ないです。で、赤い看板があって三越って書かれてまして、ちょっと気になるんで見てみます。で、フロアガイドなんですけど、8階がオフィスのフロアで、6階スポーツクラブ、3階労働局で、2階、1階が商業施設で、 MI プラザ三越山形県、これが多分三越を表してますね。こちらは大きな商業施設というよりは複合ビルという印象でした。あまり山形市は大きな商業施設はね、この後歩いたんですけど見当たらなかったです。で、動画では撮れなくて申し訳ないんですけども、後で調べたら、山形市街地の商業施設は確か藤崎というお店がね、一番大きいのかと思われます。で、もし間違ってたらごめんなさい。皆さんコメント欄とかでぜひ教えてください。先ほど商業施設の正面の信号を渡り、まっすぐ歩いてます。こちらはね、建物が低く、住宅も入り混じった落ち着いた街中になってます。で、もう少し歩いていきます。右側にフォーラムと書かれた映画館があります。昔からあるような印象でね、なんとも味わい深いですね。はい、東口の散策を終えて山形駅に戻り、駅のコンコースを渡り、次は西口を見ていきます。コンコースの突き当たりを右に曲がります。するとすぐ正面にビルの入り口が見えます。花城セントラルと書かれてます。これは動画の前半で後で紹介すると言った駅の後ろにある大きなビルです。はい、フロア案内を見てるんですけど、コンビニとか郵便局とかね、あとはエステが入ってたりとか、公共機関も入っててね、こう複合ビルで、24階はホテルって書かれてますね。で、展望レストランって書かれてます。で、現在2階にいますね。ちょっとこの中の様子を見に行こうと思います。中に入るとガラス張りの吹き抜けになってて、横浜のクイーンズスクエアにいるような、そんな気分を感じさせられます。
そして高層階エレベーターって書かれてまして、ちょっとこちらで展望台の方まで行ってみようと思います。ちなみに現在山形市内の建物の中では最高の高さを誇り、ランドマークになっているとのことです。エレベーターに乗って今18階19階、で展望台が24階なんでね、もうすぐです。いやー高いですね。はい、24階に到着しました。展望フロアです。ここからはちょっと景色を楽しむために1回、僕の声は消しますので、景色をぜひご堪能してください。いかがだったでしょうか。それでは箇条スクエアを降りまして、山形駅西口他の様子を見たいと思います。こちらの階段エスカレーターは先ほどのコンコースを左に曲がって降りた場所です。で、こんな感じで屋根がついてまして、この通路をちょっとね、歩いていきたいと思います。はい、まっすぐ歩いていくと赤い屋根が見えまして、あちらはおそらくカフェかと思われます。でここを左に、曲がっていくと正面に大きい建物がこちら見えます。こちらが、山銀県民ホールと呼ばれてまして、東北地方屈指の収容人数を誇る大ホールがあるみたいで、なんか文化活動の場とかね、あのイベントとかで使われる、そういう風な建物かと思われます。山銀県民ホールの隣にはこちら山形テルサというのがありまして、テルサホール、あとはハローワークプラザ山形、就活支援センター山形プラザ、おそらくこうね、行政的な施設かと思われます。建物はこんな感じでね、すごい立派ですね。でテルサレストランって書かれていまして、こう中の食事もできるみたいです。ちなみに山銀県民ホールから道路を抜けると新しいマンション群やビジネスホテルとかがありまして、東口とはまた雰囲気の違う新しいこう文化施設とか住宅地、そういうのがねこう混ざったような印象を受けます。そして展望台まで登ったこちら箇条セントラルのビル、高くて綺麗なビルです。はい、街ブラを終えてこれから新幹線に乗って帰りたいと思います。帰りの新幹線でこちら山形駅で買った牛肉ど真ん中弁当ですね。こちらがねとても美味しかったです。さすがやっぱり山形牛、そして米沢牛ですね。でこちら弁当の中身こんな感じです。もうこれで結構ねお腹いっぱいになります。もうね山形県最高です。また来たいと思いました。皆さんもぜひ、山形県に来るときは参考にしてみてください。